ノールズ死爵は、イギリスの死爵、貴族、連合王国貴族爵区位。エドワード7世の秘書官、フランシス・ノールズが上されたことに始まる。初代死爵フランシス・ノールズ・エドワード7世やジョージ5世の国王秘書官を務めたフランシス・ノールズは、1902年に連合王国貴族として、オックスフォード州カベシャムのノールズ男爵ついで、1911年に、 オックスフォード州カベシャムのノールズ子爵に助手された。彼の後はその長男が爵位を襲った。二代子爵エイドワードは1941年から1943年にかけてバーミューダの総督職を務めた。その息子である三代子爵デイビッドが2020年現在のノールズ子爵加減当主である。一族の邸宅はノーフォーク州のリッチ近郊のブレマートングレンジ。 ノールズ氏尺家は中世以来の名門ノールズ家の一員であり、イングランド貴族初代バンベリー伯爵、ウィリアム・ノールズの男系子孫とされている。ただ、二大伯以降の子孫が第四代ハローデンの防弾尺、エドワード・ボーの子孫の可能性もあるため確定してはいない。今日では、バンベリー伯爵位は、初代伯の子あるいは1803年の貴族院の、 最低によって廃絶したものと考えられている。しかしながら、戦術の理由から借位が、イングランド相続法に従って、除刑継承されている、可能性も排除できず、廃絶あるいは休止しているかの判断がついていない。現当主である、第三代、ノールズ子爵デイビッド・フランシス・ダドリー・ノールズは、以下の借位を保有している。法定推定相続人は、 現当主の息子であるパトリック・ノールズカ科。二大伯エドワードは1627年生まれたが、これは、初代伯が80歳代にこうなした計算になる。そのため、初代伯の妻、エリザベス・ハワードの再婚相手である第四代、ハローデンの防弾尺、エドワード・ボーの子である、可能性があり、二大伯の弟及びその子孫に、関しても同様である。イングランド貴族爵位である、 バンベリー白爵と、その従属爵位は存在性に疑問があるため、この項目には記載しない。ありがとうございます。